ミトローパのロゴ入り食堂社ミトローパは1916年に当時のドイツ帝国にて設立された鉄道信頼及び教職サービス提供事業者。中央ヨーロッパ信頼、食堂社株式会社とも訳される。発足当初から廃業直前まで株式会社の形態を維持しており、また発足からかなり長い間、自ら食堂社や信頼車を保有していた。 両大戦艦に自動車、船舶、航空でのサービス提供業務へも進出するなど経営多角化を施行し最盛期を迎える。第二次世界大戦後の国家分裂や社会主義体制下における事実上の国有化といった苦境も乗り越え、東西ドイツの合併後もしぶとく生き残り、統合後にはヨーロッパでも指折りのケータリング事業者に数えられ、2006年に事業のすべてを 関連会社異常都市、廃業。末期のミトローパは、鉄道駅やアウトバーンのサービスストップにおける、レストラン及び宿泊設備運営を主業務としていた。ミトローパが長年看板事業としていた食堂車、寝台車でのサービス提供は、現在民営化されたドイツ鉄道株式会社の長距離列車部門である、ドイツ鉄道旅行、観光会社、d b ライゼトリスティック AG 参加の、 シティナイトライン社へ引き継がれている。ミトローパは第一次世界大戦最中の1916年11月24日に設立された。設立当初から第二次世界大戦敗戦まで使われていた車輪の上に和紙をいただく特徴的な車掌は版画家カール・シュルピックの作になるものである。ミトローパ設立の意図の一つに当時のヨーロッパにおいて 鉄道旅客サービスを独占していた国際信頼者会社に対する対抗がある。開戦前までのヨーロッパの国際列車網はパリ中心に運行されていたこともあって、対戦中その運行は麻痺しており、加えてワゴン技社の本社のあった連合国のベルギーは同盟国のドイツに占領されており、ワゴン技社の活動もほぼ停止してしまう。しかし、 ドイツを中心とした同盟国側においては、同盟国と東欧、中立国の北欧各国を結ぶ国際列車運行が可能だった。同盟国は新たな国際列車網の構築を拡策し、そのサービス提供を行う会社として、ドイツ、オーストリア、ハンガリーの鉄道事業者の手により、ミトローパが設立される。 同社はすぐさま1917年1月1日から1946年10月1日まで、上記三カ国における信頼者、食堂車のサービスの独占提供権を得て、ドイツ国内のワゴン利社の保有鉄道車両を接収し、ワゴン利社同様のサービス提供を同盟国内や、その占領地域内で行った。プロイセン王国政府が、軍事的意図のもとに、鉄道国有化を計画しており、 他国の資本が入るのを嫌っていたために、もともと海戦以前からプロイセンを中心とした北、ドイツの鉄道会社は、ワゴン利者との契約をしておらず、ワゴン利者は北ドイツの営業を、自社の出資した子会社に任せていたこともあって、移行はスムーズに行われたようである。第一次大戦中のミトローパは、運休中のオリエント急行にとって変わる、バルカン列車の運行を任された。 この列車は当時のドイツ帝国が不設を目論んでいたバグダート鉄道への連絡列車として機能する予定であった。ミトローパの信頼者大戦艦当時のミトローパの食道車連合国の勝利に終わった大戦後、ワゴンシャは営業を再開し、同盟国の構築した国際列車網は解体される。ミトローパは存続できたものの営業域をドイツ及び オーストリア国内に制限された。ただし、上記2カ国と、スイス、オランダを結ぶ、国際列車内での営業権は、ミトローパの手に残された。もともと、ワゴンギ社を藩として発足したミトローパではあるが、こうした事情から経営の高く化を余儀なくされ、対象を、ほぼ鉄道利用者に限定し、もっぱらサービスの高級化を施行したワゴンリとは、対照的に、 あらゆる交通事業における利用者すべてに対するサービス提供を事業とするビジネスモデルを構築する。具体例としては1928年にスイスのベルニナ鉄道、レーティッシュ鉄道線内での食堂車の営業権を得たのをはじめとして、その後ドナウキ線公社や北海航路の国際フェリーでのサービスを開始し、またルフトハンザ航空からも機内食サービスの委託を受けている。 1928年にはシエスタキス戦車を吸収し、それ以降睡眠用の枕はミトローパキス戦の名で賃貸されるようになる。もっともワゴンリほどではないが、ミトローパもサービスの高級化を全く意識してなかったわけではなく、1927から1928年頃から固有車両をワインレッドに塗り、同社のエンブレムを取り付けて利用者に対して、 他の客車との差別化を意識つけるようなことはしている。東独時代のミトローパ食堂車、第二次世界大戦の敗戦によりドイツは分割占領され、ミトローパも分割された。西側での業務は、ドイツ信頼車食堂車会社により引き継がれる。しかし東側においては、名もそのままに株式会社の形態まで含めて、温存され、東独国内の食堂車及び信頼車における、 サービスを提供した。株式こそ100%、東独政府の管理下に置かれたが、社会主義体制下において株式会社が存在し得たのは、けうな事例である。ただし、社会主義体制の常として、そのサービスは歳月を減るごとに、対戦以前のレベル以下へと、劣悪化した。東独のミトローッパの業務範囲は、第二次大戦以前と同様、鉄道信頼や、 食堂車のみにとどまらずに、1954年以降は、ベルリンドレスデン間の河川航行船舶や、バルト海を航行するフェリーの教職サービスを担う、ことになる。また、1961年1月16日からは、アウトバーンのサービスエリアにおける教職サービスまで、担うこととなる。登録時代から廃業まで使用されたミトローパの車掌、DSG とミトローパは、 それぞれ対戦以前のミトローパの遺産を独自に引き継いだ。一例を挙げると、DSG では、客車車体の切り抜き文字の書体にミトローパの名残が見られた。また、DSG の車掌として、和紙をいただいた車輪のミトローパの車掌を、車輪のスポークの本数を6本から4本に減らした、程度でほぼそのまま、1971年まで使用していた。 盗賊ではミトローパそのものが温存されたため、車掌もそのまま引き継がれた。ただし、車輪の上に配された和紙は、ナチスが、党のシンボルとして盛んに用いた和紙をいただいた、ハーケンクロイツを思わせるため、和紙をアルファベットの M の字に置き換えるといった手直しがされた。ドイツの再藤一後も、鉄道事業は統合されず、しばらくの間 QDB と QDR が並存していた。 1994年の民営化を機に、両国鉄が統合された上で民営化され、ドイツ鉄道株式会社が発足すると、これに伴い、製毒の DSG と登録のミトローパも統合され、新製、ミトローパが発足する。ドイツ敗戦時に東西に分裂した事業体は、大抵の場合旧製毒側が、旧登毒側のそれを、吸収合併したのだが、ミトローパは、 旧東独側の事業体が旧西独側の DSG を吸収合併した珍しい例である。発足当初の申請、ミトローパは列車内、鉄道駅構内、線上、道路のサービスストップにおけるケータリングや、教職サービス、小売といった4つの事業部門を有していた。しかしこうした事業の中には赤字続きのものもあり、2002年に 事業再編を行い船舶におけるサービスは、スカンドラインズ社へ売却した。さらに同じ年、ドイツ鉄道の合理化で長距離列車運営を専門とするドイツ鉄道旅行、観光会社が設立され、列車内教職サービス、及びそれに使用される食堂車の保守整備事業もそれに、伴い2003年11月に同社に事業上とする。またこの合理化により、 列車寝台ビジネスを専業とする会社が再設立され、ミトローパの名の使用もその後携帯を株式会社から有限会社へと縮小し、2004年にはイギリス資本のコンパスグループに買収されその一員となる。2006年、最後までになっていた鉄道駅やアウトバーンのサービスストップにおける。 レストランを及び宿泊設備運営業務を子会社の SSP ドイッチュランドへ譲渡し、事業体として消滅した。ミトローパのロゴ入り調度品ジャンクとして、ドイツ国内の市中に、登録時代のミトローパの食堂車や駅食堂で、使用されていたマグカップやポットなどの調度品が大量に流通している。旧登録を知るドイツ国民からすれば、劣悪ではあったが、どこか哀愁の漂う。 社会主義時代を思い起こさせるアイテムと化している。ありがとうございます。